はい、とアライアンスアライブ実況プレイのパート2でございますと、設定できました。コントローラーね、ちゃんとまるで決定がお手になりました。はい、まあそれはいいんですけど、なんかあのお使いっていうか、なんだろうね、なんか組織かなんかに組織の所属してんのかな。でなんか近くの町に手紙を届けるっていうね、任務を仰せつかったわけなんですけれど、まあこう言っていきましょうか。まあ、レベル上げっていう感じはなさそうなので、どうなのかな？バンバン戦った方がいいのかわかんないけども。まあ、多少ね、ステータスアップはあるみたいなんでね。序盤はさ、火力上げてっていいんじゃないかな？敵倒すの効率上がってた方がいいよね。パーティーも少ないし、このタレントの使い道よくわかんないけど、まあ、前回ちょっとだけ使っちゃったけどさ、多分ためですね。ここ早く取った方がいい気すんだよね、多分。ガンガン進んでいいものなのかね。あ、早っ。受け流し防御技だ。こう必死ないし、これ使ってるとかね。いいね。おっと、これ後ろ取られるとかあんのかな。あれ、これ消費しないじゃん。あ、つか俺あれか、下げてるのか。解析率これなんかあるぞ。なるほど、上がっていかないか。気になる。いっか。あ、ガリル。情報ギルド弾が見えてきたよ。できればね、武器種類とかもなんか、あんまりあれこれあれこれやんないでさ、どっかに特化させてあげていきたいっすよね。効率よく。あ、俺たちに気づいたみたいだね。ガリルさん、アシュラさん、なんだね。レンツが待ってるってさ。うん、早く行こう。ギルドメンバーからのテレグラフを確認できるようになりました。テレグラフ。情報ギルドタワーの影響下に入りました。ギルドタワーの影響下でバトルを行うと、ターン開始に支援効果、妨害効果が発動し、敵全体を散させることがあります。この近辺でレベル上げた方が、効率いいってことね。うん。あとまず。ベンツに会うのも久しぶりだね。連絡役で忙しいみたいだからな。いる？ああ。ねえねえ、これ忙しそうに見える？自信がなくなったよ。全員眠そうなんか。おや、誰かと思えば、スバルナ、でいいのかな、アルティブが読み方わかんねえや。ヤングカップルじゃないか。指振ってほしかったな。またそういうことを言うんじゃないって。手を出したらワイヤットのおやつさんにぶっ飛ばされるかもな。もう。プロリレンツォ。これ、お家さんからの届け物。はい。
おやすさん、手製のやつか？ありがとうよ、待ってたんだ。銀雨の方も情報を欲しがっててな。何かあったのか？魔族の大物もそうなんだが、ここから南西の方に遺跡が発掘されたらしい。奴らは閉鎖美術館って呼んでるんだが、どうもね、何かやばいものが見つかったらしい。やばいもの？噂はいろいろあるんだけどね。魔族の世界のゲートだとか、新しい兵器だとか、あとは黒き流れを越えられる船があるってのもいろいろと。黒き流れ？あれを越えられる船って一体どういうものなんだ？この世界の外に行けるってことかな？だな。でもそれができたら魔族の花を沸かすことができて爽快だろうな。あとは青い空の絵があるなんての話も。そっちはアーシュラ向けだな。またバカにしてる。青い空ってロマンチックじゃない？うん、ロマンチック、ロマンチック。からかってんな。さて、おさるさん、帰りも気をつけてな。特にアーシュラは隣にいる狼にも襲われないようにな。こんなことしないって全力否定はそれそれで、申し訳ねえぞ。待って。うん。ショップあるんだ。斧。強いけど重いな。売ると安いね、装備。うん。G って何？忍術売り。腕章器。あー、なるほど。これを使うと覚えさせることができるんだ。まだいいよね。多分。ちなみにステータス的にはの、なんつうの、育成みたいな。確か集中が高いといいんだよね。でも、ガリルは結構バランスがいいな。あ、違う、感性か。感性が高いと忍術の精度が高いから、ガリルは忍術の才能ないってことね。あ、寝れる。ただだ。もう技使ってないからな。一応分けよう。上は？ここにないか。ねえ、ガリル、やっぱり気にならない？出た出た。だからそんなことしないって。それは信じてるって。それよりも平成美術館の青い空の絵、本当にあるなら見てみたい。ねえねえ、ガリル、お願い。アーシュラは言い出したら聞かないのは知ってるけど、付き合ってくれなかったら一人でも行っちゃうぞ。さあ、ガリル、平成美術館へ向かうよ。待ってよ、アーシュラ、ちゃんと方角を確認しよう。レンツは南西にあるって言ってたよね。南西、南西と。うん、あっちの方角だね。さあ、張り切っていこう。やれやれ。これは主人公しばらく振り回されますね。
集中高いと人とが強いってたよね。ってことは、アシュラは槍の方がいいのでは？近接は。やっぱ命中とかある。あぶね。あいつ気分からんけど、まあいいや。あや良いし、え、ヒロインなかなかあのもしくない。排水率だ、排水率が上がってる。命中 A だから変わんないもんね。お、水切り。おお。これはさすがに消耗あるな。あ、いや、イーストスパイク、獣系に強いとか。うん、はいはい。これか。おや、あの塔は何だろう。補助ギルドタワーだよ。知らないの？聞いたことなら、お父さんが聞いたら呆れちゃうぞ。ギルドは、この辺りの地理とか、モンスターとか、アイテムとか、いろんなことを記録してるギルドだよ。もう、そのぐらいちゃんと覚えておいてよ。あ、でももしかしたら、閉鎖美術館の情報も何か知ってるかもね。ちょっと寄っててみる？はいはいはい。リアルタイム解析。敵全体の防御を低下させてくれることがある。さらに。あー、なるほど。いろいろサポート得られるんだね。ここが図書ギルドタワーか。あ、あの人がギルドマスターかな。平成美術館のことを聞いてみよう。ようこそ図書ギルドへ。何か調べ物でしたら、私の隣のコンシェルジュにお尋ねください。あら、あなた確かあなた、ワイエットさんのところの娘さんよね。何かご用かしら。あの、閉鎖美術館について何か知りませんか？え、閉鎖美術館？ああ、この先の山頂で見つかったっていう遺跡のことね。最近まで、妖魔連中がせっせと道を開拓してたから知ってると思う。知ってるわ。でも、今行っても妖魔たちが中に入れてくれないと思うけど大丈夫？先日中のおばあちゃん、リーダーも調査を申してたんだけど、業務に追い返されたって怒ってたわ。まあ、入れなきゃすぐに帰りますんで。いや、絶対入るよ。マジか。詳しい情報はまだないんだけど、開拓に駆り出された人間の中に、情報ギルドのメンバーがいてね。遺跡で見つかった内部の地図をうちで模写してみたんだけど、よかったら持っていく？お、え、いいんですか？いいけど、危ない真似しちゃダメよ。よっと。はい、大丈夫です。いいのかな。ありがとうございます。気をつけてね。はいはい。うん、うん、ムービー。
あ、寝れる。私使ってないもんね。あ、次でダンジョンか。じゃあセーブしとこう。何か拾えそうな感じはないか。それ切るとちょっと本ありすぎだろ。うん、手に逃げるくらいなら。モノトッコやっぱり。あれかな。ダンジョンだ。アシュラの成長早いぞ。解析率上がってんな。解析するとなんか覚えるとかありそう。やれ、めっちゃ低いんだ。お、来た。反発。チキン技。はいはい。これそういうことか。なんか任せてないね。沼地みたいなところにまたんだよな、紫で使ってるやつ。M ってなんだ？ M って何の M だ？でもこれゼロで撃てんの？とりあえずスラッシュ使っとこう。おお、次々覚えるじゃん。あ、これタレントってこれあれか、別々なのか。なんだ、共通なのかと思った。累計って書いてたもんね。クイックセーブ一応ね。もともと DS とかだからね、あの畳んどけば消さなくていいもんね。ここが閉鎖美術館か。大きいな。入れる？なんか絶対入れませんみたいな雰囲気出てるけど。なんだ貴様らは。ここは立ち入り禁止だ。タルトもは巣穴にとっとと帰りな。舐めやがってこいつら。誰が去るよ、誰が。犬っころが。よーし、こうなったら。アシュラ、ちょっとこっちへ。
もうあいつら腹が立つ。どうせ魔族の前ではペコペコしてるくせに。だけどあの警備じゃ突破は無理だな。他に忍び込めそうなところを探してみようよ。他ねえ。丘？丘？やっぱりダメじゃないかな。任せて。どこか入れそうなところは。え？何それ？あった！いや、バレるだろ。陰術か？便利なものだな。ガリルも習ってみる？反則じゃない？もしかしてダンジョンだ。なんかすごいところ。これは期待できるね。でも本当に青い空の絵なんてあるのかな？あるって。昔は空は青かったんだよ。魔族の連中が来るまでは。でもそれは昔話の一つだろ。この世界の外、黒き流れの外は何もない漆黒だって話もあるし。いいの。この昔話が一番好きなんだもん。いいじゃない。もういる。はい。なんかおるな。ああ、三角形範囲。ああ、なるほど。もったいないから使わない。上がってなくないこれ。再生比率。待てよ。ダブルフォワード。あ、早っ。強っ。硬いな。よし。なんか多少そのなんだろう、槍でだから、なんか何、シャトツだからと思ってついてるからと思ってこの子に持たせてみたものの、そんなに攻撃力上がってるような感覚はないな。腕力やっぱ多少は影響するのかな。シャトツ毒性だ。うん。ん？ん？なんだろう。あの石像、2体だけ杖が光ってる。ねえ、ガリル。え？あの床の模様って、晩鐘器の印だよね。晩鐘器？ああ、ガリルって本当に何も知らないよね。晩鐘器は陰術を使うためのアイテムのことだよ。ほら、この探検。ああ、さっきの。この印、あの床の模様と同じでしょ？本当だ。じゃあもしかしてあの像が持ってる杖の印も。うん、それも言おうと思ってたんだ。でも多分偶然じゃないと思う。どういうこと？見て、この広間の像、みんな真ん中の模様の方を向いてる。そう言われてみればね。え、怪しくない？そうだね。でしょ、きっとここに何か隠されてるんだよ。何かって？青い空の絵。
決まってるでしょ。え？とにかく調べてみようよ。あ、ワクワクしてきた。ガキどもか。ちょっと待てよ。はやはや。探索甘いかもと思って持ってきたけど、デスペだとさすがにワンパンしねえか。あ、しねえな。はいはい。うん。あ、なんか書かれてましたね。まあ、俺はこのいじる前に先にね、あちこち見て回るっていうのがね。硬いよなあ。でも上がってるわ。先頭に上がるんだ。硬いな。あ、ない。オッケーオッケー。なんだこれ、甘い石？褒美かな。熱耐性、こっちだな。まずは四方八方をちゃんと調べて戦おう。いいねいいね。あ、倒せない。また槍拾った。忍術使う専門であるって考えたら、杖で開けといた方がいいのかな。こっちで使えるもんね。もうこっちなんだ。これ確か強い。打撃に弱いとかなのかな。あ、それはあるかもしれないね。うんうんうん。木製板昇機。なるほど。
ってことは？あ、そういうわけじゃないか。むずい。で？見るからにやし。あ、出た。なんだ、杖から光が。全部やってみよう。あ、でもまあいい時間ですね。じゃ、とりあえず一旦ここで一区切りにしておきましょう。クイックセーブあるから楽だな。はい。まあ、こんな感じでまず最初のダンジョンということでね、この閉鎖美術館を進んでいくことになるみたいです。まあ、ゲームシステム上ね、あのレベルの概念がないので、まあ、どのぐらい強くなったかっていう指し示す数字がこの HP と SP しかないんでね、まあ、なるべく戦闘は避けないように、一生懸命戦っていく方がいいのかなというふうにも感じました。また次回も引き続きね、こちらの閉鎖美術館、なんとかね、探索しつつ、そのね、青い空の絵ってやつ、探していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。では、アライアンスアライブ実況プレイのパート2、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、またね、いけるな。